まあちょっと待ち時間長くなるけど、まあ隣でやってもいいよみたいな風にしたら来るかもしれない。ちょっといろいろ考えていきますか。さあ、破竹の勢いで勝ち進んでいる KBB 番長ですね。対するはショガリさんのユキコ。相手の PSR 的にどう見ても初心者ではない。さあ、逆に駆られてしまうのか。獅子粉陣入る。しかしこれがね、あんまり痛くないんですよね。番長しゃがみ B。 さあ、どこすか B、 C、B、 さあ下 B、 これうまい。あっと、必要ない得意ですね、補正的に。いくらペイダルといえども厳しい。さあ、しかし C って言うなら番長はユキコ超有利ですから。これユキコとミツルは番長ダメらしいね。さあ、結果を読んだが十文字、これは入らない。しかしあれ、隙がない。隙ないわけじゃないんだけど、なんか後ろに下がるんで見た目に反して下がってくる。おっと、これはショガリが上級狩りまで成長するか。組み合わせ的な有利を生かしてこのままいけるか。さあ、番長がこれがね、まあセッカっていう下くぐる技があるんですけど、ユキコのアギとか下にもあるから、ほんと近づくには生身で近づくしかないですよ。中距離戦が強いからなんですけど、ユキコも中距離戦強いんで、ほんと噛み合わないですよね、この組み合わせね。さあ、イザナギからの、さあこれ痛いコンボ入るところだったが、なんとかコンボミスに命救われていくショガリさん。さあ A、 その A は番長にも、番長の命も届きうる長さ。さあ CBGB からの獅子粉陣、覚醒前に倒していく。最終ラウンド、お互いバーストあり。さあ、ジオにいい感じ飛んでたが、さあ、アギ入る。さあ、冷静にユキコ側が処理していけば、勝機は出てある。それ、その A。さあ、B、B。足払いから、それ受け身取ると、こうなる。さあ、獅子軍人、投げ。さあ、ワンコンボからのセットプレイ、入るか。負け。しゃがみ B で暴れていく。さあ、噂のしゃがみ B、 この B が番長の命綱だと。さあ、ワンモアからこうグダグダになっている。ペルソナブレイクだが、ペルソナブレイクしやったと思いきや、番長は剣が強いからあんま関係ないというディフェンス面では全くいつも通りの動きをしていきます。さあ、獅子軍陣から着地に上がり 2B。 さあ、この 2B、命を刈り取る形をしている 2B と噂の 2B。 さあ、たまらずカウンターだが、このお見合い。さあ、ユキコ前を離せるか。離せばワンチャンあるが、ディアにイザナギに吸い込まれていった。最後は空魂師春人まで入れて KDB さん1、ミツル1。さあ、強キャラと言われているミツルの牙城を崩すことができるか。さあ、小足から投げていく。 C 入れて、とりあえず運命ゲージ1本。おっと、柔道を無視して殴っていくのは下品ですね。ちょっとプレイが下品。ウィリアンとは優雅と意味のはずなのに下品。さあ、突き入る。これだけで1700。さあ、カウンター、これは痛い。さあ、名前わかんないけど、超ギー。さあ、覚醒前にいいダメージを取っていく。さあ、圧倒的有利はコンスコンさんの方。さあ、上り、ここはさすがに着地取って A コンボからのスパキャンまで行く。エージを使って、これ、なんだ、沈黙スキル不能になるやつですね。ペルソナが不能か。スキルは使える。まあ、確かに原作通り。あっと、空映がカウンター入って、引き寄せからやたら減る。さあ、この突きがやたらと速い。もう本当このキャラは性能で見るだけでね、技単体の性能がどれも高いですからね。さあ、ナオトくぐってからの銃、繰り返していく。さあ、これはくぐって、おっと、我慢強いコンスコン。さあ、空港行って、たまらずバースト。これは厳しい。やはり D
強さはグレイの強さでも反映してしまうのか。さあやっと切り返して、しかしこの体力差、メギダ設置、ここは支配入るバースト。さあ A、 もうとにかく A、 ジャンプしても A、 着地しても A、あり、まあそのまま死んでしまうパターンも考えられます。さあどうなる。さあ最初から近づいていく、攻める攻める、こうでもしないと鳴神側はなかなか辛い。さあここで画面端設置まで行くが、しっかりと勝利で返す。さあ霊対空からこれはちょっと落としてしまい 2B。 さあ 2B が強い、着地に 2B を差し込み、ワンボーバーストからのこのコンボ高い。このまま死んでしまうのか。死んでしまった。4400、約半分以上ですね、ユキコにしては。さあ一本選手は鳴神、さあなんとか一本取り戻せるのか。アーケまで設置して、さあ 2B が刺さっていく。サイバーエリアルのダメージはそこまででかくないのだが、さあここまで落とされるとなかなか厳しいか。さあ 2B が強い、受け身狩りの 2B に刺さってしまう。さあセンスを当てて、なんとかここから逆転していきたいところだが、踏んでスライディング、さあもうめくりのダメですね。ロマちゃんからのコンボで、さあ覚醒しているとはいえ牽制のダメージで十分死んでしまう。中段が刺さって勝ったのは大ちゃんさんの鳴神。隙がでかいですよね。それをかわして刺していければサラダにもワンチャン、火力があるのはサラダの方なんで。さあイザナギ、さあイナシを刈り取る形をしている 2B、 刈り取っていく。さあイザナギ設置からの置き攻めはエスケープ。さあ獅子粉陣は逆切れで返される。さあシャガエビ、あれが何の判定で潰していく。なんかスウェイして下がって戻ってくるやつが、あの辺が結構鳴神側の剣で相性いいんですよね。さあ返される、あれもなかなか。さあ B からの大空、さあ B 獅子粉陣、さあ画面端で固めて暴れ潰し、逆切れ、暴れとか関係ねえよ、無敵なんて。さあバースト刺した。さあバーストまだ KDB さんの方残っている。さあ今のフェイタルカウンターかなり当たっていれば熱い展開だったが、うわあっと、そう何気にある3発目にワンモアキャンセルしないといけないんで若干難しい。さあ先ほどユキコに若干苦戦しましたが、押しているのは KDB さんの方、足払いからのイザナギ攻め、まあ、あれは受け身取らなきゃいいだけなんですけど取ってしまいますよね。一応ダメージは取られちゃうんで、取らなかったら取らなかったで。さあ固めていく、おっとこれは美味しいかと思いきや拾えない。さあ番長の逆に読まれていく、メインタルからはさすがにバースト。さああのスウェイがかなり怪しい、あれは2B 牽制にも届きうるスウェイですね。さあ BB A 締め、まあ、A で締めるか獅子粉陣で攻めるかといったところ。さあ KDB 選手の技が通っていく、ここは覚醒している。さあ結果はロマキャンして、ロマキャンじゃないか、ワンモアキャンセル、そうまだ真田の火力が返されが EX 連続殴りから失敗。注文字はおめくり、これは切れていい。さんのミツルと大ちゃんさんのナルタミ、さあ攻めていって、かなりミツルが上にいって、なんか剣ブーブーしてる。どっちの力はゴブゴブだよ、頑張って。そこが牽制し合ってるんで、さあ全体なるかゴブ、おいしい位置にいるのなるか見る。さあな、日本刀すか、これ日本刀と、さあレイプですか。さあ黙らずバースト、なるかみはプレスのブレイク積んでながら、お互いバースト、なるかは本当にゴブ、おいしいゴブをしていくのはゴンスコーターのミスる。さあしかししっかり暴れてほしいって、お互いだるく欲しいって、
さあ、決めてしまう。氷を切れにして、さらに崩れて、逆切りで離して、ブルーライン。お互いが不正状態なんで、何食らってもいいの。ここから根性値発生して。あおいえ。やっぱりリーチ的に優位あるのは水なんですかね、これ。おしまいだけど。さあさあ、ちょっとこれはまずいか。さあ、死んでしまった。下段から早い。次に、大ちゃんさんの中身が、一段取って。下の編成士がしっかり直打してかかっていく。さあ、また置き攻めがいやらしい鳴神。さあ、またマスト逆に死が発生していくが、これは非常にまずい。する。ああ早い。下段が長い。ニービーが暴れにスを使えるというね、発生の速さと下段の長さ。さあ、クルクロ差し引いて、まだ死なないが、こっから切り替え、どう切り返していく。痛い。さあ、ニービー突っかかって取って痛かったが、あっと崩れてしまって 2-0 で大ちゃんさんの何かが処分